続いては荻井出由紀の漢方で健康にのコーナーです。毎日の暮らしをもっと素敵にヘルシーにするために漢方薬を取り入れた生活をしてみませんか。浦和、大宮、所沢をはじめ埼玉、東京で7店舗を展開する漢方専門一心堂薬局に漢方薬の知恵を紹介していただきます。では今週も一心堂薬局荻井出由紀先生にお越しいただいています。荻井先生こんにちは。どうもこんにちは。今日もどうぞよろしくお願いします。お願いします。さあ先生、今日のテーマは、これからの時期に増えてくる皮膚疾患ということなんですが、まず、どんな皮膚疾患の相談が多くなるんでしょうか。はい、やはりですね、ニキビ、吹き出物、アトピー性皮膚炎、あとシミ、そばかす、あと脂漏性湿疹、水虫、そしてあと肌荒れ、かさつきと、こんな感じの疾患がですね、増えてくるんですね。はい、なぜこの時期に増えてくるんですか。やっぱりですね、急に、今日もそうですけど、暑くなってくるじゃないですか。はい、そうなるとやはりこういうふうな皮膚疾患が起こりやすくなってくると、お悩みの方が増えてくるということなんですね。で、中でも今日はニキビについて取り上げていただくということなんですね。はい、はい、ニキビはちょっと今重複してしまうかと思いますけれども、なぜニキビこの時期に増えてくるのか、もう一度お願いできますか。はい、やっぱりこう暑くなってくるじゃないですか。そうすると汗にですね、皮脂が混じるわけですけども、この皮脂の過剰分泌が起こってくるんですね。でこれによってですね、毛穴に皮脂がこう詰まってですね、皮膚の常在菌であるそのアクネ菌がこう繁殖するんですよね。で炎症を起こし、ニキビになってくるというわけなんですね。でやはり皮膚、皮膚の常在菌、アクネ菌が増殖して、するわけですけども、皮脂のですね、分泌がこう盛んになってくる、これがやはり、ニキビの、究極の原因と言えるわけなんですね。よくね、CM なんかでもアクネ菌っていう単語を聞きますもんね。そうですね。さあでは今日は症例お二方ですね、紹介をお願いします。まずここ2年ぐらいですね、ニキビでお悩みだという方の症例をまずご紹介させていただきたいんですが、この方は顔で口の周り、背中の部分にできると、で、タイプ的にはこの赤く腫れてですね、海を持つようなこうニキビなんだということなんですね。あと生理痛が強いということと、肩が凝りやすい、便秘気味ですというようなことをおっしゃられたんです。で、普段はこうニキビ用のこう塗り薬だとか、あとニキビ用のこう内服薬、あと便秘薬を使ってますということもおっしゃられた方の症例なんですね。でこちらの方にはですね、清浄防風湯というお薬を、服用していただいたんです。でこの方の経過状況なんですけども、まず服用して1ヶ月経った時点では、まずそのお通じの調子が良くなってきたんですね。で肩こりでこう悩むことも少なくなってきたと。で2ヶ月経った時点では、なんと赤く腫れるニキビの量が多少減ってきたと。で3ヶ月経過した時点では、ニキビがこう出づらくなってきたように思うと。で背中に、新しいニキビはできなくなってきたんですね。で5ヶ月経過した時点では、顎の部分のニキビはだいぶ収まってきたと。で今回生理痛も楽だった。で8ヶ月経過した時点ではですね、寝不足した時にニキビがこうできたんですけども、その後すぐにこう治って、今は以前のような赤くこう腫れてですね、海を持つようなニキビはほとんどできなくなりましたという方の症例なんですね。さあでは二方目の症例をお願いします。こちらの方もですね、ニキビの方なんですが、この方はおでことですね、ほっぺたの部分にできると。で病院からこう出されるこう薬を飲むとすぐにこう治るんですけども、飲まないとまたできるという繰り返しなんですと。で生理前や便秘した時にひどくなると、でニキビの跡がなかなか治らないと、で肌荒れがひどい、で肩こり、左肩が特に凝ると、であと病院の方からは抗生物質ビタミン剤を、いただいてますという方の症例なんですね。でこちらの方にはですね、経外連尿糖というお薬を服用していただいたんです。でこの経過状況なんですけども、まず1ヶ月経った時点では特に大きな変化はありません。そういうふうなことだったんです。で2ヶ月経過した時点では、おでこの部分には新しい肉はできなくなっていると。で4ヶ月経過した時点では、
ほっぺたの部分も最近ニキビができなくなってきたと、はいはい、でニキビの跡が少し綺麗になってきてる感じがすると、はい、で6ヶ月経った時点ではですね、まあ、最近肌荒れの面でもこう良い感じがするし、うん、ということと、あと9ヶ月経った時点では全体的に落ち着いてると、肩こりもお腹の方も調子がいいですという方で、まあ、現在進行形の方の症例なんですね。なんかニキビのために漢方を飲まれたのに、はい、肩こりやお腹の調子なども良くなってきたっていうのが、はいね、すごく意外なんですけれども、はいはい、やっぱりあの体の基本的なそのバランスを調整しながら、まあ、出てる症状を抑えていくというのが漢方の、まあ、いいところであり、まあ、そういうふうな形の中、まあ、この方今小沢さん言った通り、うん、はい、あのまあ、そういうふうな形で良くなってきてるということですよね、はいはい、さあでは最後になりますが、はい、そもそもねニキビをこう予防するために何かできることっていうのはあるんでしょうか。はい、よくあの五大原則なんていうふうなことでよくご紹介されますけど、はい、まずあの、脂質、まあ、油物ですよね、うん、あとその糖質の多いその、多食に注意と、はい、であと睡眠時間をですねしっかりとるというのも必要なんですね、はい、であと、3番目はですね便秘しないようにしないといけないと、うん、あとストレスをためないように、うん、で最後にマメな洗顔ですよね、やっぱり余計な皮脂を洗い流すと、これもやはり大切な養生ということですね。汗をかいたらできる限り洗顔をする方がいいということですね。そうですね、はいはい、やっぱりそれは石鹸を使った洗顔がいいんでしょうか。そうですね、やはりあの肌っていうのはあの酸性ですから、まあ、その弱酸性の石鹸なんていうのはあるかと思いますし、うん、まあ、あのそういうふうなこう皮膚を刺激しないような石鹸でまめに洗顔するというのがいいと思います。はい、はい、ありがとうございました、はい、今日はこれからの季節に増えてくる皮膚疾患の中の一つニキビについてお話ししていただきました。ここまで小木秀幸の漢方で健康に、今週も一心堂薬局の小木秀幸先生とお送りしました。小木先生ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。マイクがまた変わったんですね、こっち側も。漢方のここからそうですね。ですよね、うん。